どうもめっちゃめっちゃメッセージ、はい、今日もやっていくんですけどね、もうねこれ明日の試合なんですけど、はい、3試合目ね、もうこれはねもう解説戦でも分かりますよね、東海大菅生がねもうボロボロ勝ちです。ね東海大菅生対、城東高校っていうね、城東高校はね徳島県の21世紀枠で、ねこれ、徳島商業、まあまあ全然ね、まあその普通に考えると、まあピッチャーももうねめちゃくちゃちょっとねこう甘くて、身長178、思ったより大きいんですけど、ほんまにレベルの低い、こう見とっても、なんですかね、こう、ほんまに甲子園レベルじゃないなと。だからね、これはね、逆にね、もう、この一層ほんまにね、21世紀枠は、ほんまにある程度の実力を達しとかないと、ほんまに出させへんように、てか出へんようにしとった方が僕はいいかなって、ほんまにね、正直思ってますし、ほんでこれをね、試合前に言っとくことで、こう、明日ね、試合見たら、ほんまに21世紀枠っていうのは、逆にこれは全然優しさじゃないやろって、思いますよ。やっぱもう明日ね、東海大菅生と1回戦なんですよ。もうね、これもね、21世紀枠同士でね、初戦とか当たったらいいのに、1回戦これ東海大菅生からすると、もうね、ほんまにラッキーですし、ほんで城東高校からすると、ほんまこれね、恥をさらすんですよ。だからね、これはほんまね、反対で、だってこれ女子マネージャーが午前7時からの朝練では、自ら、ノックバットを握り選手たちを鍛えるってね、もう女の子がノックしてる、まあ、それで言ったらね、またねもうフェミニストたちがね、もうそれ女性なね、なんか女性ひいきやみたいな、なんかあるじゃないですか、女性差別やみたいなね、こんな人言うんですけど、ねもうほんまにそらね、逆になんでしょう、なんて言えばいいですかね、毎回ねほんまに世界チャンピオンになりたい言うてね、女子とね、スパーリングばっかしてるね、ボクサーと、世界チャンピオンになりたいってね、ほんまにもうガチガチのね、もう相手、プロ、元プロとかね、アマチュア1位とかとね、まあその男のガチガチの中でね、スパーリングしてるやつやったらね、絶対男の方が強いじゃないですか。まあもうそれとはね、ちょっと、ね、話しちゃうと思うんですけど、もう女の子がこうね、グラウンドでノックしてるような、このぬるいね、環境、まあそれはそれでいいんですよ。でもそれをね甲子園に出させることによって、ほんまに甲子園って、その選抜甲子園っていうのがものすごいね、しょうもなくなるなって僕は思います。だから東海大菅生の方もほんまボロ勝ちなんですよね。まあピッチャーとかもまあ140超えたり、149です。ピッチャー、ピッチャー149キロねが徳島県のもうね、ほんまトンボしか見てへんようなねやつらが打てるかって言ったら絶対無理ですし、本当にこれをね甲子園で刺すね、甲子園でね刺すこのね、まあ言うたら高野連のね、このシステムをほんま変えた方がいいなって、まあこの試合前にね言っときたいです。だからね、明日はもう東海大菅生がもうほんまのボロ勝ち で城東高校はもうボロ負けで、ものすごいこうね試合もぐだると思います。ほんでね、その東海大菅生なんですけど、今年はね、めちゃくちゃ強いですね。この暴力事件で、甲子園出れるか出られんかみたいなのなっとったんですけど、その暴力を起こしたのはね監督ということでね、全然あんまり関係なく、出れるようになったんですけど、まあ、二松学舎に8対2で勝ったりね、結局神宮ではね6対2で広陵に負けてるんですけど、二松学舎、日大三高、国士舘ね、こういう強いチームをね倒してきてますから、これね正直な話、東海大菅生これね結構優勝候補っていうか、結構上まで行くんちゃうんかなって僕は正直睨んでます。だからね、そういうチームと、城東高校が当たると。だからね、これからはほんまに21世紀枠ね、だいたい 1,2 だいたい4チームぐらい出るんかな、石橋表だいたい3チームから4チームが出るとね、3チーム出てると、そうやったらこれ3チームの中で勝ち抜きとかなんかね、ある程度ねレベルの低いところでなんかやつらでね、その2人同士でやらして、ほんで勝った方がそのね普通のトーナメントに入るみたいなね、そういうシステムでいいからね、取り入れないとやっぱりね、これはねほんまにね明日は悲惨ってよりか、見てられない、こう視聴者からも逆にね、かわいそうとか、もう東海大菅生なんで手抜かへんねんとかね、いろんなね一生懸命やってるやつらがね批判されてしまうねようなね、このねシステムを作り上げたのは、これはね高野連が悪いと思うのでね、このシステムを変えて欲しいなって、この試合前の前日にね、あえて動画を載せました。はい、ということでね、今日もやっていきました。皆さんが思う21世紀枠のあれについて、ほんでねこんなん言って21世紀枠が勝ってたら、もう僕はお前ねもうソリン狩りします。はい、ということで今日もやっていきました。皆さんが思う意見はぜひコメント欄によろしくお願いします。それじゃあちょっとうんこ行きたいんで、それじゃあまた次の動画で会いましょう。それじゃあお疲れ。